の、現代リコーダーの、ワークショップを始めたいと思います。多分ですね、皆さんが想像しているリコーダーと、今日から多分イメージが随分変わると思います。いろんな、なんか、奏法とか、現代音楽の奏法とか、今日見せていただきますので、大変興味深いワークショップになると思います。鈴木俊哉さんは、もう世界中を駆け巡ってる方で、3日前にですね、ヨーロッパツアーから戻ってきたばっかりです。なかなかスケジューリングも、できなくて、今日は、来ていただいて、本当に、光栄だと思います。一番初めだったのは秋吉台です。そうですね。もう随分前で秋吉台のフェスティバル、現代音楽フェスティバルがかつてあったんですが、今は、竹踏に移ったって感じですかね。で、あとその後、ヨーロッパでアムステルダムであったりとか、世界各地にいろいろあったんですが、いよいよこの日本で会えることになりました。それで、今日、いろいろ奏法を見せていただいて、で、また、今学期の最後か、来年度の初め頃、新しいというか別のワークショップをやりたいと思います。その時は、ミニコンサートという形で、スタジオ A か、ダイナマホーか、まあわかんないんですけど、やりたいと思いますので、皆さん、どうぞ、曲を、どんどん書いてください。で、もし気に入っていただいたら、世界中で演奏してくれると思いますので、はい。じゃあ、そういうことで、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました、今日はお招きいただきましてありがとうございます。何をやるかと言いますと、リコーダーの主に現代奏法についてデモンストレーションを、行いたいと思います。で、それを、まあ、実際の楽譜の中で使われた用法なども、示し合わせて演奏したいと思います。で、これが今日のレジュメというか、奏法のリストなんですね。で、これ、まあ、もちろんこれは一応これを名付けてこうリストしたんですけど、これをいろいろ最終的にはこう組み合わせて結局この曲は歌われるということなんですけど、まあ、具体的に一つずつ、演奏してどんな音がするかということで、やっていきたいと思います。最初、まあ、大まかにこの全体を8つに分けて、で、最初はアーティキュレーションに関すること。アーティキュレーション、音をこう区切るんだって、そういうことですね。それから2番目はトーンカラーで、音色に関することです。で、3番目はピッチに関すること。4番目はビブラート。5番目はサーキュラーブリーズングっていう、こう循環呼吸のことです。それから6番目はダイナミックス。それから7番目はこう構造的にこう変化させたもの。蓋を取ったり。で、8番目は2本のリコーダーということで、それでは最初に行きます。まずリコーダーのね、ちょっとその前に歴史を簡単に言うと、リコーダーというのは、学校で皆さん演奏しますから、ね、楽器自体をしてるんですけど、歴史はどうなってるかというと、始まりはわからないね、どこだかね。で、楽器の元は、どこかというと、ヨーロッパ。どこかっていうのはなかなか言えないんですよ。わからない。元はわからないんですけど。最初に出てくるのは12世紀ぐらいのこういう彫刻とか絵とかそういう中に現れてきて、楽器自体が残っているのは14世紀の楽器が残ってます。で、それ、楽器が残ってて、楽器の前に、その前には楽器はあるんですけども、楽器は残ってなくて、絵とか彫刻とかそういうところで、で、残ってるのは14世紀ぐらいのものが残って、それいくつか、割と完成品みたいなやつが残ったりするんですけどね。で、大まかに分ける、そういう、今、その残ってる楽器、昔の楽器は、そう、古い楽器っていうのはね、中世のリコーダーって言います。で、大まかに分けると、リコーダーっていうのはヨーロッパの楽器ですから、ヨーロッパの、音楽部に大体分かれて、それによって多少こう変化しています。で、大まかに言えば、中世とルネサンスとバロックと現代。こういう感じになります。で、中世っていうのは大体14世紀、15世紀の、リコーダーのことを中世リコーダーっていう。で、結構小さいんですよ、これはね。で、そんな、どんな形かっていう、こんな、言えばこんなような形。これちょっと違うんです。これはルネッサンスのリコーダーなんです。中世のリコーダーがあって、だってこれは1種類しか残ってないんですかね。で、ルネッサンスに入ってくると、ルネッサンスはたくさんできるんですよ。同じタイプで、同じタイプで、小さいのから大きいのまでこうできて、
で、すごい、ここに動きがありますけど、まあ、こういうのが原型みたいなものがあって、それで、こう、アンサンブルをする。要するに、例えば、ビオラダガンバとか、もう小さい楽器から大きいのあったり、まあ、バイオリン系もそうですよね。それで、一つの音色でこう音楽を作る。それが、大体、ルネサンスです。で、ルネサンスがあって、で、まあ、中世からルネサンスって多少変わるんですけどね、楽器がね。で、大きくなって、種族っていうかね、こう大きさがいろいろできて、で、その後今度はバロックになって、バロックになると、今度はたくさんじゃなくて、こういう形のリコーダーになります。で、これは、だからテレマンとか、ビバルディとか、バッハとかが、まあ、使ってる、そういう感じ。大体そういう感じ。で、その後はなくなります。消える歴史からなくなる。チェンバロもなくなるし、リコーダーだけなくなったら寂しいけどじゃなくて、デュートもなくなるし、ビオラダガンバとか、そういう楽器がなくなって、で、まあ、なくなっていく音楽の形がこう変わるからね。それで楽器もまあ変わったり、変化していきなかったりもあるし。ということで、なくなって、この20世紀になると、古楽器の復興っていうのが起きて、この話の時だと、なくなっちゃう形が、何分前ですかね。時間。時間90分。あ、90分。はい、じゃあいいですね。20世紀になって、古楽器の復興が起きて、古楽器の復興っていうのは、例えば、バッハはどういう、楽器を使ってたか。クラビコード、クラビコードじゃない、クラビストックっていうのがあったとしたときに、クラビって昔は、前はピアノで演奏したんですけど、バッハの時はピアノがなかったから、実際はピアノじゃなくて、オルガンとかチェンバロとか、そういう楽器で演奏してた。ということを考え出したのが、復興、古楽器復興ということで、で、その昔の楽器をこう復元するということをします。で、その時に、まあ、チェンバロも復元されるし、リコーダーも復元されるし、いろんな楽器が復元されてきて、古楽器の、その、バッハとか、グランディとかっていう、そういう時代の、音楽を演奏するようになったんですけど、楽器が復元されると、まあ、リコーダーも復元されたんですけど、そうすると、今度は、今までない楽器、忘れられてきた楽器ですから、作曲家もそこに注目するんですね。新しい楽器ですね。で、作曲家がリコーダーに、もう、メイチャーにはチェンバルというんですけど、こう、注目しだして、曲を書く。で、それが大体20世紀の、まあ、戦後の、20世紀、半ばぐらいかな。まあ、戦後でもいいですからね。で、今に至る。という、そういう感じです。で、これが大体の大まかな。あ、で、その時に復興されると、今度はリコーダーっていうのは、子供に言うでは教育楽器として呼ばれるということで、教育楽器として取り入れる。で、それが我々が学校で、みんなで演奏するっていう、そういう過程です。で、知ってるかね。大体そういう感じです。それで、それが主な、あれですね。大体の歴史です。で、そうすると、今度は楽器ができて、作曲家も注目すると、楽器を再確認して、楽器でどんなことができるかっていうことを、いろいろ探し出します。で、それで、まあ、今まで使われてきてないような音を、奏法とかを、考え出したのが、まあ、20世紀ということかな。20世紀。まあ、20世紀ですけどね。です。それでは、最初に、いきます。まず、ピチカートという奏法なんですけど、まあ、ピチカートっていうのは弦楽器のことです。弦楽器でやることですから、この管楽器ではピチカートとは言わないんですけど、まあ、それに似てる、そういう音っていうことです。普通の音っていうのはこういうふうになります。で、ピチカートっていうと、こういうのがピチカート。まあ、ピチカートっぽく聞こえる。で、ピチカートには、今は舌でやったんですけど、リップピチカートって、唇でやる方法もあります。というんです。それで唇でやると、今度は、発音がつく。こういうふうに。同じ音でもこう発音をつけることによって、音色がちょっと変わってくる。そういう。それが、ピチカート、それからピチカート with pronunciation ということです。で、このピチカートは、
今ここをマウスピースと言います、ね、でここのことをウィンドウって窓って言うんですけど、このね、でここからもこういうふうに、演奏したりします。でこうするとちょっとね、私ね、ここ旅行行ってたんで唇が荒れて、かさぶたできちゃったんですよ。だからあんまりちょっとね、うまくできない奏法がいろいろあって、こう横にするとね、ちょっと大変なんで、これで、ね、またちょっと後でやります。ね、とにかくここで横でできるかな、うん、まあなんとなくこういうふうにやったりすること。で、それから、タングスラップっていうのがあるんですけど、まあ、スラップタンギングって言ってもいいんですけど、それは、こういうようなことです。で、まあ、何をやってるかというと、舌でここを打つみたいなことをします。で、このやり方は息を吸いながらやるのと息を吸わないでやるのと2つあります。吸いながらやると、吸わないでやると、まあ、こういう2つの違いが。で、これはどういうことかというと、まあ、タンギングなんですけれども、鼻が、ここが自由に効くんですよ。ですから、ずっとこういうふうに続けられる。例えば、何ページ、ナンバー15っていうのがあるんですけど、ナンバー15があって、ここに、32分音符で、てん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 っていうのがあるんですけど、これをはスラップタンギングで、こういうふうに演奏します。まあ、ちょっとやってみると。うんうん、まあ、こういう感じで、要するに息継ぎなしでずっとこうできる。ただこれはあんまり大きな音は出ないんですよ、小さな音しか。息を吸うことによってこういうクレッシェンド、というあるいはデクレッシェンドとかはできるんですけど、そんなに広い範囲はできません。はい。それが、スラップタンギングで、次いきます。次はタングラムで、タングラムっていうのはまあフルートのでやる、奏法と同じです。で、ここからやるんじゃなくて、このウィンドウからってこうやる。これタングラム。で、ここウィンドウからやってもいいし、それからこう指穴からやっても。そうです。それから次、from side to side tanging っていうのなんですけど、まあ、タンギングっていうのは、舌の動きがだいたい上下関係か前後関係か、そういう動き。ね、でもそれを前後じゃなくて、こう、前後じゃなくて、こう、左右にこう動かす。というのがサイド、サイド、タンギング。どうなるかというと、こういう感じなんです。あんまり変わらないんですけど、動きがこうに、こうになる。そういうタンギングです。それから、フィンガーノイズというのは、指で、
指でこう音を出す。うん、それからキーノイズって、今これ使ったのはテナーリコーダーなんですけど、テナーリコーダーはこうキーがついてますから、こうキーを叩けば、まあそれなりのこういうノイズができるっていうのです。キーを叩いたとき、これ音するんですけど、離したときも音がするんですよね。これ使ってる作曲がいるんですけど、離したときの音っていうのがあって、ほとんど聞こえないんだけどね、使ったりします。それからクリックっていうのは、クリックっていうのはここで、楽器を使って出す音じゃないんですけども、舌で出す音なんですけども、この音の組み合わせが、っていうふうになんか打楽器的な音があったときに、でこれがクリックすることによって、それがまあ一つの音みたいになるという、そういうクリックです。だから実際はこれだけね。それからフィンガーアーティクレーションっていうのは、今までは舌でアーティクレーションしましたけど、舌じゃなくて指でアーティクレーションするというのです。だから、まあ、アーティクレーションって音をこう切るみたいな感じですから、こういうようなのがフィンガーアーティクレーション。それから、インプロビゼーションっていうのは、まあ、いろいろ意味があるんですけど、まあ、この場合、例えば、グラフィックで書いてあったり、線で書いてあったり、例えば、これの例の3番を3番の、2小節目のとこに、まあ、線でこうかけて、1ページ分のこのエクサンプルをテクニックス1というのです。それの3番です。で、そこに、3番の2小節目には、ソからラフラットまでの間で、即興的な音を作るという、そういう書き方です。まあ、これ60年代とか70年代によく書かれたんです。今あんまり使わないんですけど、まあ、そういうのです。まあ、ちょっとやってみると、でこれはフェルフォルデからフォルデですので、最初に、っていうのがあって、っていうこういうイレギュラーな音を使うっていう。それから、ちょっとそのまま見ていくと、一番最初の1番なんですけど、これはピチカートの例として出してます。このペケが、音符にペケがあるんですけど、ピチカートは、弦楽器のピチカートっていうのはそんなに速くできないんですよ。これ、限界があって。でも、リコーダーはまあまあ速くできるっていう、そういう例で、これは一つのフレーズを何回もこう繰り返して、速いとこまで行って、で、また戻っていく、そういうものです。で、実際のこういう音は、というこういうフレーズ。で、これをピチカートで、早くもできるし、踊りもできるという、そういうものです。まあ、それが大体、こう、アーティクレーションに関しては、これです。それで、じゃあ、次に行きます。今度は、音色に関してですけども、最初は、アルタネイティブフィンガリング。こう、貝指ですよね。
リコーダーは買い指がいくつもあります。例えば、こう一つの音色に関して2つとか3つがあって、でそれでこういうふうに音色がこう変わります。まあ、難易度もありますよ。最低音。これは最後の一番最低音はないですから、ね。あの、そうじゃないのがいいですか。それから、今度は音に、息音をつける、付け加える。です。というのが、トーンプラスミッドサウンドです。で、それは普通に、息を、これを、塞がないで、息音を加えることができます。それで、それをこう強くすることによって、ストリートサウンドアタックみたいな、あるいは村行きサウンドみたいなことで、こういうふうに、ストリートサウンドアタック。実際の、見てみると、例えば14番の、これはフルートの作品を振り込ないようにしたんですけども、どこが村行きかっていうと、例えば3段目の頭の音 B フラットがありますけど、そこは村行きの音符の上に Z って書いてあるようなね、それが村行きです。とか7番のところ、7番と1、2、3、4、5番、5段目、一番下の段の、レの音に、Z が書いてあるんですよね。これが村行きです。ちょっとやってみると、最初の、音は、これは息の音を加えた音です。で、四角い三角、四角じゃない三角の、音符になっている。で、それで、まあ、マークとしては、その三小節目は、ピッチカート。みたいなです。ですから、こういうふうに、これ、ピッチカートね。それから、それから、村行きになります。それから飛ぶんですよね。とこういうふうに、まあ、息を吸ったり吐いたりして。次はウィンドサウンド、まあ、ウィンドサウンドって風を風音なんですけども、インヘイリングって、中に吸うこと で、まあ、吸ってこう、まあ、こういう雑音、ピッチがかすかに聞こえるような、そういう。で、それから、今、マウスピースからやってるね。だからね、2番目のやつ。最初の、インヘイリングっていうのは、ウィンドウかな、これ。
そのまま吸ったらね、こういう雑音が出る雑音みたいなのね。で、エクスヘイリングって、こう、エクス吐くときは、楽器を使ったら音は出ちゃうから、で、こう、ただの吐くだけの、いう感じで、あの、ウィンドサウンドになります。それから、ウィンドサウンドが、ごめんなさい。で、次は、from the wind sound, from wind, window っていうのは、ここですから、ここからこういうふうに、っていうふうにやると、あの、ピッチが聞こえるウィンドサウンドになります。で、エクセーリング。という、まあ、吸っても出るというのです。5番目、最初のこのページの5番目の 5番目、上から1、2、3、4、5、5段目ですよね。5段目のところに、まあ、それの例があるんですけども、四角にって書いてあるんですね。それの、2小節目、3小節目、5小節目が、ウィンドサウンドになります。どうなるかっていうと、最初は、まあ、こんな感じ。では、次いきます。トーンウィズボイスっていうので、さっきはトーンウィズウィンドって、音に風音を出して、で、今度は音に、こういう音ですね。まあ、こういうと一緒にやる。声を出して、まあ、なんですけど、声をこう歌いながらやってもいいし、まあ、ピッチなしの、ピッチが不安定なやつでもいいし、まあ、いろいろその奏者の声に合わせて、書くことが、使えることができます。それからフラッタータンギング、これは有名ね、フラッタータンギング、ね、タンギングとタンでやること、喉でやること、2種類、下でやると、ブルルル、喉でやると、ブルルルです。で、音色の違いがあるかというと、下でやると、ブルルル、喉でやると、ブルルル、ほとんど一緒。ただし下の方は、ちょっとだけコントロールができるんですよ。こういうふうに。早くすることができる。で、喉の方は、ってこういう止めるぐらいな、っていうことを、まあ、止めるぐらいな感じになるかもしれないですけど、あんまり楽器にはちょっと使えない。まあ、一応2種類ある。でも音色は音です。で、今、振動させて、舌を振動させて、で、舌を、今度はもうちょっと奥の方の口の中、喉の方、ここを振動させると、これが、こういう感じ、グレーティングって言うんですけど、これをっていう風にやるとまた違う音が鳴る。で、今度は唇をっていう風にやると、こういうトランペットみたいな、トランペットアタックっていうのができるんですけど、今ちょっと私唇がね、あれこの状態できないです。まあ、そういう下振動させる場所によってそれぞれ、ね、違う音色が作られている。このグレーティングっていうのをやると、
おおってなるんですよ。だから書くときは注意しないとね、やると喉がいかなくて。まあ、それで、トランペットアタックっていうのは、今、窓口からやったんですけど、ここからもあのやってもらって、って言ってね、ちょっと今日はできません。マルチフォニックスに行く前に、ちょっと、これの2番をちょっと見てください。この2番とそれから一番下の6番というのは同じ曲なんですけども、これはベリオの曲で、どうなってるかというと、ちょっと説明すると、上がマウスってなってて、下がフィンガーってなってるんですよ。で、2段になってるということです。で、何が2段、何を言ってるかというと、マウスのところは口が何をするかっていうのを言ってます。で、黒丸があったり、線線があったりするんですけど、あるいは白丸、後の方にあると白丸があったりしますけど、黒丸っていうのはアーティピレーションを、タンギングをしなさいということ。で、斜め線が入ってるのはフラッタータンギング。で、それの上下関係はこうテンション。というこういうタンギングのテンションで、その後ろの方に行くと白丸なんですけど、白丸は声です。だからここでこう声を出しなさい。で、その声のピッチが上下関係でピッチになります。ですから、ここは口は何をせよって言ってるかっていうと、この一つの一小節がだいたい3秒、1、2、3で、その次はドッ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 ド指と口が勝手なことをやってて、バラバラ、お互いバラバラになってて、で、だんだん似通ってきて、最後は一致するっていう、そういう考え方で。だから最後は一致するってことはどういうことか、ちょっと普通に吹くってこと。で、それまではバラバラという、そういうことです。それから、その下の6番のところも、まあ、これも同じ感じなんですけど、まあ、クレッシェンドがあったり、番号ありますね。番号は、強さです。ダイナミックスね。1、2、3、4、5、6、7。1から7まであります。で、この後ろの方を見ていくと、カッコ、ここに大きなカッコがありますね。カッコのところは、こう息を吸うっていうところです。で、これも、やめると、口は何をやるかっていうのを言うと、1、2、3、で、一緒に3、大体3秒です。1、2、3、で、これを言うの指と一緒にやると、ちょっとやってみると、こう、まあ、どっちやろうか。上の段から、下の段、これ続いてないんですけどね、まあ、続いてると思ってやってみると、最初は要するに指フィンガーノイズっていうのが聞こえます。それでその後に始まってる。で、下の方に行くと、で、これは最初の部分はバラバラになってて、
で、だんだん一致して、最後は一致する。そういう作品。はい。です。それでは次。マルチフォニックスっていうの。重音ですね。まあ、重音は、こういうの。今日は持ってきたいんですけど、まあ、重音表示の自分で作ってて、もし興味があったら、お渡しします。重音の例をちょっと見ると、ここに、16番。16番の曲が、まあ、重音だけでできてるみたいな、まあ、最初はね、そういう作品で、ここの一番上の段に番号が入ってるんですよ。6、0、6、1、12、4、14とかね。で、番号は何かっていうと、5段目のところ、下から2段目のところを見ると、これが重音の列になっています。1、2、3、4、5、6、7、9、10、17、18までね。で、この重音を順番に並べてて作ってるというポイントです。で、これはどういう音になっているかというと、最初は1番で、こういう感じ。2番。3番、4番、5番、6番、7番、8番、まあ、こういうふうになってて、これを使って、これだけじゃなくて、実は重音を2種類作ってるんですよ。今、こういうの。というのは一種類の普通のこういう重音で、もう一つはその一番下の段にもう一つの重音がありまして、これは柔らかい重音、ハーモニクスっていうのは柔らかい重音って言って、例えばとかとかこういう柔らかい、要するにサウンドのこういうゲーっていうのが聞こえない、まあ綺麗な柔らかい重音です。それが A B C D っていう E F ってなんです。でもう一つ言うとその次、これは何かというと吸った時の吸音で吸った時の音です。でそれが指使いによって、その一つの指使いでいくつかのこういう倍音が出ます。例えば最初のやつっていうのは聞こえないかな、音がしてるから聞こえない人、これなんか音って何がなってますかね、これな、ありがとうございます、あんまり前にこのね、エビコダはね、一番そこも最大にするんですよ。だから、これちょっと、これは最初のやつはそこを押さなきゃいけなくて。これが最初の音。それが、2番目。こういうのが、吸って出す。この吸音っていうのが3種類。シリーズ、多い。整理としてね、書いてあります。で、これも、まあ、使います。それで、まあ、前のマルチフォニックスに戻ってくると、今のこの曲をちょっと、まあ、やってみると、最初、一番上の段に戻ると、最初は6番だから、こういうの、1番、それから12番、こういうの、です。まあ、こういうふうになってて、ちょっとあまり上手にできないけど、まあ、なんとなく
これね、C が。重音っていうのはこう調べていくと、例えば私自分で一回調べたときは900いくつぐらいあるんですよね。それで、それも出にくいのと出やすいのといろいろあるんですけど、だけどもまだあのいろいろあっていうことが後で判明するとか、ね、いうこともあります。なぜかっていうと半分ほど穴を押さえたり、あるいはちょっとだけ押さえたときでピッチが微妙に違って、それを2つに分け、違いを2つって分けたら2つになるし、まあ、それを同じってやれば1個って、それであの数自体は大した。それで、どうだったっけ ?18 クラスターイン配列でした。あ、まあ、クラスターっていうのはこう、バシャンっていくつかの音の塊。で、ハイレジスターのこう高音域のこうクラスターみたいなので、こういう音のことを言います。まあ、そういう、ピシャン、こういう、ね、ピアノの高音域をカシャンピで伝えるみたいな、そういうのがクラスター。うん、それから、それから、オーバーブローっていうのは、普通以上に、吹いた。例えば、これの2番目の、8番というのなんですけど、8番のところの 1,2,3 小節目のところにオーバーブローっていうのが書いてあるんですけど、オーバーブローって書いてあるんですよ、これね。これは中村仁さんっていう曲の作曲家の曲なんですけども、最初に、まあ最初は、トレモロがあるんですけど、まあこれもトレモロもマイクロトレモロって言って、普通のこういうのじゃなくて、ってこういうようなトレモロ。それから、ビセット。あの、さっき吸音っていうふうにやりましたよね。あれを、吸音っていうか、ビセットっていうか、ここでは私、ビセットって書いたんですけど、名前をつけるのもなかなか難しくて、こう、あ、こういう音があると思ったときに、どういう名前をつければいいか。そこを探したときにね、それがなかなか難しくて勝手につけるんですけど、例えばこういうふうに、こう、何かどっかが反応して、音が鳴るんですよ。で、それ、名前がわからない。ね、なんの流れですかね、まあ、ないからで自分で作ってくるんですけど、まあ、そういうふうに名前もなかなかあんまり統一されてない。自分の中でも統一されてない。ということで、今言うのはウィステルトンというのは、そういうのはさっき言ったこういうふうに、あの、まあ、なんとなく口紅に似てるかなというので、ウィステルトンって言って、今のはこうマウスピースから言って、今度はウィンドウから
っていうのもまあリスペクトしてます。で、もう一つ小さな音でハーモニクスというのがありまして、ハーモニクスというのは、こういう音があります。これも名前はわかんない。まあ、ハーモニクスというふうに言ってるんです。そうです。で、ハーモニクスのグレートダスで、これでもう、今度は違う種類のハーモニクスがなんとなくあるんですけども、どうやってやったか。これか。あ、こういうなんかトレボロをしながらあのこうバイオンを出すとこうハーモニクスで言ってます。まあそんな感じかな、トーンカラーですね。だから例えばこう何種類あるか、こういうふうに、こういろいろやれば多分10種類ぐらいとかもうちょっとあるかっていうのを、この音色だけのこういう色分け関係です。そうです。では次に、ピッチに関することを言いますね。あのこの表にはだいたい音域がリコーダーの種類によって音域が書いてあります。一応、ソプラニーノからソプラノ。ソプラニーノっていうのはこういうのです。ん？それからソプラノっていうのはこういうの。これ、小学校で使ったやつと一緒です。ただ、ソプラノは今、こういうルネッサンス、これルネッサンスリコーダーっていうんですよ。ルネッサンスのソプラノっていうのがあって、これはピッチが3種類あるんですよ。同じ、まあ、快感っていうか、まあ、3つの、こういうふうに。なんでこういうことが起きてるかというと、まあ、モダンピッチっていうのがあって、それからバロックピッチっていうのがあるよね。バロックピッチっていうのは半音が低いです。それから、ルネサンスピッチっていうか、ベネチアンピッチっていうか、半音高いと思うんですよ。だからそれで3種類こう分かります。それから、まあ、それからアルトリコーダー。まあ、アルトも、こういう普通のモダンピッチと、それからバロックピッチと、半音低いの。で、まあ、一応、モダンピッチの普通のアルト。で、今、やった、テナーリコーダー、それから、それから、バスリコーダー、それから、グレートバス、さっきのこれ、グレートバスという。という、まあ、もっと低いのもあるんですけど、アイドンタッチ。ということで、で、まあ、テナーリコーダーが、まあ、標準というかね、普通に、私は使う。まあ、3以降、まあ、大体どのくらいの音があるかっていうと、普通に、これで2オクターブ。膝をこう使うと、まあ、出ない、例えば今、2フラット、2はこうしたら出れないんですよ。それから、ファ、それから、ソー、ソーは、こうじゃないとね。それから、これもこうしないとね。それから、これもこうして、これは普通に出る。それから、これ大体3オクターブ。で、終わりかっていうと、まだあって、で、終わりかっていうと、まだあって、これで終わり。終わりかどうかわかんないけど、私が探せる。大丈夫だ。だからまあ3オクターブと2音プラス、ドシャープで見ないと、上の方。だから3、最高音的には
で、それでその上は、ってこういうことすると、もっと高いのが。だけど、これは、ちょっと特殊な。で、それで低い方は今、鼓動が低いんですけど、で、こういうふうに下げることができる。で、全部塞ぐと、平滑音っていうのなんですけど、ちょっとね、ごめんね、これ。まあ、ちょっとアルトでやる。アルトでやると、これは4度高い音。こういう、6度下の音が出ます。これも出るんですけどね、ちょっとね、ここが、かすかに、ひび入ってるんですよ。ちょっとでひび入ってると音が出ない。今ちょっと、出ない。普通は出ますよ、簡単に。で、ひび入ってる。これでやってみると、出るかな。こういう音が。ということです。まあ、これがピッチね。で、それからマイクロトーンは、こういうふう、まあ、ね。結構自由にいきます。まあね、四分音とか、八分音とかいうのがあって、で、これマイクロトーンで、それが続くとグリッサンドになります。で、グリッサンドも、キーがないですからね。まあ、1個ありますけど、まあ、他のとこないですから、まあ、結構、自由にいきます。グリッサンドね。それからトリル。で、まあ、トリルも、まあ、マイクロインター、普通の、こういうトリルから、マイクロインターバル、まあ、小さなスケール。例えば、こういうのから、それから、ワイドインターバルから、ダブルトリルって、まあ、ダブルトリルっていうのは、普通の2つのこう音の交換であって、3つだったら4つ。例えば、こういうのをダブルトリルといたします。それからトレモロで、まあ、普通のトレモロはそうなんですけど、この、普通じゃないトレモロ、例えばこういうふうに、普通関係ない指穴、例えばこれでじゃなくて関係ない、いや関係ないところの指をこうトレモロすると、まあ面白いとか。ですね、例えば、例の15番のところ、ね、これなんですけど、15番のさっき最初、スラップタイミングっていうのがこういうふうにやったんですけど、それの3段目、15番目の3段目のところ、3段目の3段目の2つ目のフレーズ。で、こういう半音が、9連符。ん？違った。7連符。1、2、3、4、5、6、7。で、これとか、それとか、その下の段の、あ、下も一緒だね、これね。とか、一番下の段の、こういう半音階があるんですけど、これは、この半音にトレモロをつけるという、そういうことです。
なんか波線がね、こうなってて、で、そうすると今、でこれに、こういうトレーニングっていう。あるいは、これの、こういうトレーニングをつけると、変わった音がする。これ、この今の3段目の最初の、ちょっとまあこうやってみると、最初は何を言ってるかですと、これは、まあ、これ、ガクンって分かんないんですけど、マイクロトーンで、こういう音。それからトレモロで、こういうふうになります。その次は、またトレ、マイクロトーンで、こういうふうになってます。で、下の段になってくると、こういうのって、それで、こういう車輪、まあ、これがトレモロです。それでは次にこのビブラート。ビブラートは、まあ、今一応1,2,3,4,5,6,7つくらい書いたんですけど、まあ、普通のダイアグラムってこういう、ダイアグラムってやってますけど、横隔膜。フィンガービブラート。フィンガービブラートの指で、指穴をこういうふうにやります。で、これは18世紀にはあって、フラットマン、フラットマンっていうフランスの、フランスの、フレンチの曲にはね、フラットマンとかよく使っています。だから、新しくないんですけどね。それからマウス。マウスって、まあ、口をこういうふうに、こういうふうに、こういうふうに、こういうふうにすれば音が入れる。それが、タング。まあ、タング。舌をこうやってやる。やれば、なんとなくこう音が揺れるのと、それから、シェイキングが、脇を、こういうふうに揺らせたんだ。それから、ラビウムっていうのは、ラビウムっていうのは、このウィンドウの奥にあることのものをラビウムっていうんですけど、ここを、まあ、くいよって、ここのウィンドウをこう見せれば、ビブラートで。まあ、大体このぐらいの種類だ。まあ、それぞれこうスピードがこのぐらいまでできるとかね、これが得意とかにもいろいろある。ということで、スピードアップで、それからサーキュラーブリーシングというのは、循環呼吸。循環呼吸は、吹いてて、吹いてる間に吸うっていうのが、まあ、だからできない。ただし、リコーダーは、オーボエとか、クライネットとか、フルートは、気圧が、テンションが高いんですよ、圧力がね。だから、みんなできます？さっきのビーティング。循環呼吸。できない。別に、誰でもできるんですよ。やり方が分かればね。何やってるかっていうと、まあ、みんな奏者じゃないからなんですけど、ここは1個だから、肺は1個だからね、ずっと、何かトリックは、トリックは何かというと、普通は肺から、やりますよね。で、その時に、肺から出すんじゃなくて、口の中に溜めておく。息を。この状態っていうのは、鼻は肺とつながってる。で、つながってる、溜めてる間に鼻から吸うんですけど、その時に、吸ってる間に、実はここの溜めてる、これで音を出してるんですよ。
で、こう、だから要するに、口を溜めたもの、口に溜めた空気で、音が出る。で、その瞬間に鼻を吸う。鼻で肺をする。だから、ここで出してられない鼻を吸って、で、これがなくなったら今度は普通に肺から吸う。で、また溜めておいて、で、溜めるやつを出してる間に交換する。そうですよ。それが循環。ただし、それ、ね、今何が言いたかったかというと、圧力があるときには、そのチェンジ、交換するとき、鼻と口からのこういう息と肺からの息を交換するときに圧力があると、それが同じ息圧として聞こえるんですけど、圧力がないと、そのチェンジが分かりやすい。だから今、こういうふうにやったときに、揺れるんですよとか、ね、それはこういう交換をすることに、まあそういうこと。上手な人はね、できるかもしれない。あんまり。です。はい。それから6番、ダイナミクス。まあ、ダイナミクスのリコーダーもすごく難しい。基本的にはこう、オルガンみたいなことで、まっすぐな音なんですけど、まあ、どのくらいできるかっていうと、これは、ピッチによって、音によって変わってくるんですよね。で、例えば、高い音、例えば、というのは、ダイナミクスが聞く音もあるんですけど、聞かないのもあって、その今、そうなんですけど、その上の音、これになってくると、高い音しか出ない。まあ、音域になると、もう、ソフトなんです。だからまあ高音になると、まあ、要するにまあどっちかというとそのラーぐらいから上はもうピアノでフォルテとかにして、で低い音は基本的にはあの静かな音ですけど、まあこういう息を入れたりしてこう強い音っぽくすることはで、そういう感じで基本的に最初のオクターブ、今こういうふうに2オクターブ目っていうのは自由が結構ダイナミクスが効くんですだけど、最初のオクターブっていうのはなかなかオクターブの自由がいかない。例えばこの音、まあ、小さくはなんですけど大きくはあんまりならない。こういうことする。そうだ、やっぱ2オクターブ目、3オクターブ目ぐらいは、まあ、自由が効く。自由だけど何をやってるかっていうと、あの、っていうのは、こう、音自体はそのまま吹けばピッチ上がるんですよ。こういうふうにね。で、その時に、音を指で指穴を塞いで、音を下げて、こう、大きくなるのを音が上がるのと、それから指輪で下げるので帳消しにして、その一つピッチでダイナミックスって言って、そういうことです。もし同じピッチでね、そのダイナミックスって言って、はい。それから次はストラクチュアルアルタネーションで、ボディフィケーション・トゥ・ザ・ラビウムというのは、まあ、さっき言ったラビウム、ここで、ここを、まあ、何かこうね、こういじることによって、ハートとか出てきたり、それから、ブローイントゥザフィンガーホール、こうフィンガーホールを、まあ、吹いたり、ちょっとね、横でね、音出るんですけどね、今日はできない。悪いけどね、これで。それからヘッドジョイントアローンで、こういうふうに。
こういうのとか、というのとか、まあ、これで、これで、まあ、尺八みたいに吹くんですけど、ちょっと今日は吹けない。とか、ない。横、アラビアの方に行くと、尺八はここからまっすぐこれになって、ないって、ないっていうのは、アラビア地方のこういうね、こう、狭い笛なんですけど、それはこう横にして、こういうふうに吹くのね。それから、こういうふうに、痛い、ここが。トランペット、ブーっていうのができます。うん、まあ、こうやって、こういう、これをいじったり、やっています。うん、あ、今日もできないな。まあ、あと、こういう弱音奏法みたいなやつもあるんですけど、ちょっとここには書いてないんですけどね。これ普通に吹くだけ。たくさん加えて吹いて、そういうことになります。これは無理、ちょっとね。これは大丈夫。プラスチックでやるんですよ。木のやつはあんまりやりたくない。まあ、今日持ってこなかったプラスチックです。まあ、これできなくはないけどね。名前は、これも名前で、加え奏法っていうか、なんていうか、難しい、いろいろ。それから、8番。2つのトゥーリコーダーです。トゥーリコーダーっていうのは、なんかね、リコーダーは2つ持てるんですよ。こういうふうにね、両方ちっちゃいから。まあ。子供にやるとね、すごい。で、まあ、2つ、2本つけて、で、その例が、13番が、これは、日本のリコーダーの、よくの例なんですけど、上の方は、ソプラノの、466って書いてあるんですけど、これは、半音高い。だから、これが440。これ44。高い。青高い。で、下の方は、415でソプラノなんですけど、バロックピッチで半音低いですね。だから全体で全音違う。だからまあ、一緒に吹けば、こういう感じね。途中までやってみるかね。こんな感じで、終わりますけれども、もし質問があればどうぞ。それから今日は、まあ、いくつかここに楽譜持ってきましたから、もし興味あったら、そんなたくさん。演奏しながら移動ができるので、移動ができるの？まあ、これは普通に立って、こうやってやりますから、できて、これの上はこれ。演奏しながら。
まあ、下にローリングをなんかこうやるまあ、ちょっと重たいからね、なんかこういう、このベースリコーダーはこういうのはつけたりするんですよ。でもこれもあんまりそれ想定してないから、あれだけど、まあ、つければいいかな。他に。昔なんかシャリーノのポンチューだった顔を聞いたことがあるんですけど、ああいうオケと共演する上での苦労話とかだったんですけど、そうですよね。まああれは上手に書いてあって、そのオケが静かな時にこういう笛が出てくる、リコーダーが出てくるとかいう風になってきて、でまあ一般的には、増幅してやりますよね。そう。まあ、増幅すれば何もね。まあ、だから書きようによると、別に現代のこういうコンチェルトとかでも、こう、静かの時にこう聞こえるようなことをしますけど、でも昔も、とか、まあ、テレマとかバッハも、例えばブランデンブルクとか、なんかそういう時も、やっぱり静かな時にこういうことができて、まあ、そういうの時とかね、そうだ。一斉にグワーンと弦楽器と一緒にやってたら、まあ、どんな、まあ、トランペットはあれですけど、普通はなんですから、まあ、書きようですよね。聞こえる。そうです。まあ、そのね、ちゃんとそのバランスを考えて。クラリネットであるかな、それ。ないね。先にあのハンカチを入れる。ああ、ハンカチね。ミュートなりますかね。あ、なるか。クラリネットなるかな。フルートは入れてもね、ダメだね。リコーダーもダメと。だけど、こういうのは、さっきやったミュートっぽい。口でこう。でも、ここを押さえてもね、ダメなんですよ。ここで音を作ってるから。リコーダー操作にとって、基本的にはここにあるプログラミングから、クレートバッグを持ってきて、お願いしても大丈夫です。まあね。でも、まあ、プロフェッショナルなら一応持ってる。この奏法全部できるかって言ったら、わからない。でも、それ知らないだけで不可能じゃない。ちゃんと練習すればできる。ちょっと、ヨーロッパの作曲家、随分鈴木さんのために書いてますけど、そのコラボレーションするときに、こういう奏法っていうのは、作曲家から提案されることがあるのか、むしろ逆に鈴木さんからこう提案して、こういうのができるよっていうのを見せて、曲にしてくるのか、どういうケースが多いですか。まあ、一応私はその時間があれば見せるとか、スカイプ、トーキングとかね、やるんですけど、作曲から出てくるのもあるんですよ。例えばさっきやったこれは作曲から教えてもらったんですよ。それ、これができるって言ってね、初め私全然やってもね、できないんだけど、こういう口をして、んって、普通に吹いたらダメなんですよ。こういう口をすると初めてなってくれるとかね。あるいはこうやって、ってやれとか、こっちじゃね、思いつかない。が、まあ、だから作曲家のがやっぱり、ね、こちらの思いつかないことやってきて、全部じゃないですよ、でもね、そういう場合もある。その時は言葉で言ってもわからないから、ちゃんと向こうはビデオチップで送ってきて、これでやるっつって言ってきて、おお、なるほどって嬉しい。それ知らないことが、ね、
何ぐらいかな。構造はあのモダンの美術と東京都同じ構造とかも。ああ、構造ね。うん、同じ。プラスチックを植えなきゃいけないから、最初にしっかり形を作って、それは一番いい形、できる環境をね、作るんですよ。だから、基本的にはそんなもんね。木で作るやつは、まあ、丁寧にこうやるんですけど、失敗したやつとかね、全部このクイックとは、まあ、限らないですけど、まあ、でも基本的にはいいし。本だと、とかは、すごい、小学校とかで使われる。まあ、基本的にはヨーロッパの楽器だから、ヨーロッパでこう使われてるのも、まあ、さっき言った歴史的な話によって、リコーダーが生まれてきたのが、その戦後、オルフとか、そういう人たちによって、教育楽器として使われているのが一つと、それからもう一個は、あの普通の古楽器として復興されたという、そういう両面があって、まあ、普通のコンセラバトリウムっていうのはリコーダー勉強ができるっていうことで、で、それも、まあ、その、流行り廃れがあるから、例えば、グスタフ・レオアンドとか、フランス・ブリューヘンとか、そういう人たちが70年代とかにワーンとか出てきて、で、それで今一斉にこう広まって、今はそれの次の世代の人たちがこういう風にやってるんですけど、なんだっけね、質問ね、どういう位置であるか、どういう位置である、どういう音楽に使われたりとか、コーダーでやっぱり、世界共通でその教育でも知られるようになるのかみたいな。まあ、あんまり世界共通じゃない。やっぱり中国に行ったらないし、インドに行ってもないし、アメリカ大陸に行くと、昔か、紀元前のこういうリコーダーと同じタイプなんですよ。ちょっと今日持ってきたんですけど、それが4本ぐらいにこれくっついてるのがこれね、そういうすごい不思議なやつが。昔の楽器としてそのままリコーダーみたいな、全くリコーダーじゃね。で、そういうのがあって、で、まあ今それ使ってるか使ってないんですよね。まあこういう、だからエアリードでボイシングが決まってるのは、例えば他にはインドネシアに行けばスリンっていうのがあって、それもちょっと違うんですけど、まあ見てそういうのがまあいくつかのところにあって、でもその教育楽器あるいはそういう現代の楽器として認められてるかと、そんなことは全くない。だからいつも肩身が狭いのですいませんけどって言ってくるんですけど、だから音色のこう、まあ、ボリュームの違いがモダンの楽器と我々古楽器の人たちとは違うんですよね。だからそういう意味でそのバランスを取るのがなかなか難しかった。あとですね、ここの楽譜は結構ライブレイトン数に興味あ、これやるの忘れた。あ、ごめん。あ、どうぞどうぞ、ごめん。で、これまでのレパートリーとか、そのこれからのなんか展望的可能性とか、これまでなんかいろんな作曲が書かれてますか、それともそんなにまだそのジャンルを開拓されてないとか、レコーダーとライブレイトンとか。少ないね、やっぱり。少ない、だから可能性は。これからその可能性は。やってないところにやっぱり行くしかないからね、それみんな。ちょっと今、それで思い出して、一個、ライブエレクトニクスと、の作品を、一曲演奏、一曲じゃない、ちょっと部分だけ、ちょっと演奏しようと思うんですけど、ライブエレクトニクスで、あらかじめ、こう、録音されたものと、生の演奏との、のデュエットっていうかね、これなんです。そういう作品。楽譜見えます？大丈夫ですか？見えないよね、これで。見える？これ消すとこの楽譜が良くない。ちょっと、どれを消すと？電気？やってみて。あ、大丈夫か。読めますか？これ読めます。読めます。あ、こっちを消す。
で、今週だいぶ読みますよ。これまだ、まだ暗くしても大丈夫。やってみて。それで暗かったら暗いって言うんですよ。これをした方がいいですか。これで、これ、この時。それで大丈夫ですか？見えます？見えなかったらすいません。なるほど。で、準備は変わらないですね。あんま変わらないです。それで、まあ、この今、この録音されたものとの量なんですけど、どうしようかな。最初に録音したものを聞くか、それとも一緒に演奏した後に録音したものをもう一度聞くか、どっちがいいですか？両方。両方？いや、順番、順番。順番。そうですか。どっちがいい？演奏してからする？まあ、全部演奏しないですよ。ちょっとだけ部分までしかやるんですけど、まあ、これもちょっとマイクをつけて、ちょっと増幅して、それでその音と大体のバランスがうまくいくように、基本的にはこう、そのこちらの音とこの音が混じって、混じり合ってちょうどいいような、そういう音楽になります。作曲家はエマニュエル・カサーレという、イタリアの作曲家で、スタジオに、ね、イリノショとか、ね、何年か前。はい、じゃあ。作られた音はどうなってるかというと、それをちょっと聞いてもらえますか。あ、ちょっと、ね、あった方がいいと。もう一回やってみます。あ、違う。譜面をね。上がリコーダーで、下の2段が、これが、あれになってます。で、最初に、っていうのが、ここのプチンですからね。じゃあ、それやらないといけないんです。4秒ぐらいあるから。1、2、3、4、1、2、3、4、1、はい。まあ、こういうような音と一緒にこうやって、まあ、この中もゴリゴダの音も取り入れて、あるいはシュという音とか、いろいろな音があって、こう作られている、そういう作品です。何年かな、これは。そんなに、新しいというわけでもないんですよ。20年ぐらい前かな。はい。です。
に何か質問があれば。船はここにありますから、いくつかは、まあ、興味がある人はどうぞ見てください。じゃあ、なければ、これで終わりますけど、どうもありがとうございました。これが切れないと、もう切れてる。